今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は皆さんも大好きなだし巻きが美味しいお店です。田中恵蘭さんに伺いました。今ちょうどこう、女性のご主人がもう本当に5月に入って暑いなっていう感じなんですけれども、だし巻きを作ってらっしゃる、まさにその真っ只中最中です。こんにちは、お邪魔します。ありがとうございます、はい、暑いですね。暑いですね。はい、さあ今こうどういう作業中でしょうか。段階としては中をだし巻きの中サイズを焼いております。中サイズ、はい、中サイズというと大体あの鶏卵何個分ぐらいって決めて、卵大きいの4つ分ぐらいですね。大きいの4つ分ぐらい、はい、家ではなかなかあのそんな大きいの焼けないですね。あの何回ぐらいこのまた入れて巻いて入れてっていう繰り返しは何回ぐらいですか。生地は6回入れます。6回入れる、はい、くるくる返すのはもっと数え切れないぐらい返します。ああ、そうなんですか、はい、だからこそだし巻きと巻くという言葉がつくわけですけども、はい、家ではなかなかそんなに巻けないですよね。そうね、やっぱり道具も違いますし、あの、はい、家で焼かはる卵焼きとかやったら、あの硬いのでこんなにくるくる回しにくいと思うんですよ。柔らかくないから。だしの量が違うという感じでしょうかね。そうですね、そシャバシャバですね。見てもらって、シャバシャバ、はい、ちょっと拝見します見ただけではわからないシャバシャバ加減。だいたいそのだしとあの卵と何対何ぐらいでしょうか。ちょっと企業秘密なんですけど、あ、だいたい、あ、まあ、秘密、あのギリギリ負けるギリギリまでお出し負けるギリギリ、はい、入れてます。そうですか。例えばそれを家庭で同じように作ってお弁当に入れると、それは時間が経つと出汁が出ちゃう感じになるんでしょうか。そうですね、切って入れはったらもう出汁が出て、周りすごいお出汁出ると思うので、はい、そうですか。そうすると家庭ではやっぱりちょっと固めの卵焼きっていう、まあ、あの卵巻きになるかどうか分かりませんけども、それは致し方ないということですね、はい、はい、プロの味はお店でということです。ぜひ、ありがとうございます。今日はもう本当に、お忙しい作業中に田中恵蘭さんの、あのご主人のお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。